えー、文豪図1号を解説しますこれはあのー、白黒の図ですねこういう,う図がありましたこれの組み合わせですねこれがまあ重ね合った場合。 まず,まず2つに分かれるしかし実際問題もっと2つに分かれ2つに分かれ2つに分かれとどんどん分かれていくので2つに分かれることを繰り返します。でこの円の向こうずっとここまでしか書いていませんけどもあの果てしなく広がっていきます。えそうしてあの最後の最後まで陰と陽に分かれるというのがこの図の意味するところです。 でこれがまあ分かれがするの図なのであの分かれてがするちょうどジグソーパズルのピースみたいなもんですねあるいは磁石の N 極 S, S 極みたいに、まああのまあ、地球もそうですよね分かれてがする例えばあの南半球と北半球とか分かれて合してますよね赤道で合しているあのそれが基本のモデルなんですよ地球がモデルですからね で次に行きますとこういう図があって「蒙体半んぴつ1号」というのがあります。で上理のことを「上官理石」と言いますので、まあ、上官というのはあのちょっとごめんなさいこっちですねあの「上は元木の枝なり理はその筋なり」とありましたので先ほどのあの「 二分のの連鎖図図が上巻の図ですねそれに対してこちらは理石の図になりますので文豪図1号というのは理石図と見ていいと私は考えております。だから例えばあのこれがこちらが昼とすればこっちは夜ですね。で昼は 活動しますねいろんな生物が、まあ、夜行性というのもありますけども基本的に生き物が活動するしそれから暖かくなってそれからあのバイエンの例えでは地上のものが見えて天井のものを隠すとつまり天,井を天を見上げると青空が見えて星が見えないでしょう。だから昼は、えー、地のものを表し天のものを隠すと。 じゃあ夜はというとこれは逆でしょ知のものを隠すで天のものを表すここで理が逆になるわけですよ理石してるわけですそれで冷える温まる、えー、動物は休むそういうふうな違いがあるのでこれがまあ理石の図であるとそういう違いがたくさんありますよとあのー 例えば生物で言えば動物植物とかねで植物生物で言ったら、まあ、こっちが動物ですね羊ですからね動物植物動物と言っても飛ぶものと這うものとかねあるいはあの陸生動物水生動物とかね分けられます。あの陸生動物でも主食動物とそれからあの、まあ、動物の中にその昆虫類も入りますからね動くものですから。 あのそういういいにどんどんん分類していくこ,とができますこれが例えばこっちがあの人間であればこっちがあのそ,のその他の地表の存在物小冊人部仏部とかね、まあ、どんどん分けていけるんですだからこれが、まあ、理石の図であるということになりますでついでにも次までいきますねでこっちが上巻の図です上は元木の枝なり理はその筋なりで あの筋というのはあの理というのは仕組みのことですからね仕組みというのはあのメカニズムを持ってるんですよその筋なりっていうのはねメカニズムのことなんですメカニズムですねでこれが上官で二つに分かれますよとどこまでも分かれますよと二分器が一貫して存在するから上官なんです、ね、で上官と理石を縮めて上を理と言っているとで膨体反筆図っていうのはこれが 分かれるのが棒ですでイってこれとこれがタなんですね。対対するものこれ,これとこれ対するものこれとこれ対するもの。じゃあ火は何かというとねこことこことかねこことこことかあのこういうのを火というんです。で半偶と非偶というものがあります。火とと水はは半半半でですす地球太陽ね半体物の,あの 連れ合いであるとでしかしながら例えばあの氷があって水になって、えー、蒸気になって、えー、雲になってあるいはこ,こっち側でいうと霞になってあの地上近くに沈んでくるそういう,こう霧がありますよねそういうものを全部涙水可能でしょう。涙水可能のものを比較できるから比喩っていったんです。 比較不能なもの比較不を反偶と言いい比較可能なものを比較可能なものを比偶といってここで比とこう書いている反偶比偶を反比と言っているとで比偶というのは類推可能性なんですよ類推可能性でこれは梅園の説明では多賀仏教君に答える書にあの 我が身を積みて人の痛さを知るにてあのそれはまあ古典にもたくさん書いてあるからもうここでは書かないとつまり一人称から二人称への類推であるとあのそういうことですよね我が身自分の身をつまんで痛い,いから人の身,身をつまんだら痛いということが分かると。だからこれは類推 でそこではバイエンの説明では1人称から2人称への類推なんですけれどもこれは末木武宏先生が言語の論理その1で書かれておられますがこれは3人称にも使えるとでこれが実は自然科学なんですよ類推可能性をどこまでも数学的に追っかけていくそれが基本の自然科学ですよね。類推可能性というのはあの数学を使うと計算可能性ということなんで。 でバーゲンは計算には興味がなかったんですよねだからあの、まあ、計算ということは一切していませんそれはもう浅田合流とかに任せてるんですよね。でこれがまあ上官の図ということになってまあ累積不能性と類推可能性ということについて申し上げました。 えー、類推不能性については高賀局にこたわる書に「火、えー、にいありて水を思わに水いかがしてものを焼くらんいかがしてものを乾かすらんと」とその知力を尽くし生涯を極めたりとも知るに益はなかるべしというふうに書いてますね。とか逆に 水にま意志があったとして、火はどうして物を冷やすんだろうと、火はどうして物を濡らすんだろうと、まあ千年万年考えたって分かるわけがないです。この分かるわけがない相手同士のことをね、反と言ったんです。で、男女だってそうなんですよ。類推可能な部分もあるし、類推できないところもあるんですよ。で、類推できないところは、それは相手方のことですから、相手方に。 任せてそこはもうその距離を縮めようとしてね男女同権とか言って距離縮めようとしてくっつけようとしたらそあのもののすすごく変な世の中ができますし現にできてまし現にりゃ違いは違い、えー、違ってないところは共通点は共通点できっちり考えないといけませんよというのがこ,のこういうところにもちゃんとあるわけです。それが自然のシステムですよということですね。 だからあのまあそ,その余計なことですけど個に修練して個人主義になってこの権利主張しだしたらもうそういう違いも無視しますからむちゃくちゃなことになりますよね。もう少子高齢化していって当たり前ですよね。男性は男性女性は女性鳥は鳥魚は魚火は火水は水違うものは違う、うん、ということをここに書いてますでではこれで終わります。